の実態、こちらですね。昨日なぜかこの流れで雇用折れ恥とキアラ先輩につぶやかれたんですけれども、いやいやいや、キア折れ恥だよとなりました。 KFP がね、アット KFP、 KFP ではハンバーガーなんだ、ウィーサービスバーガースフライズアンドアンっていうね、こちらネットスラングなのかな、英語スラング、はい、スラングを使ったところ、翻訳がとんでもないことになるという珍事件がありました。これみんなえってなりますよね。でこれもうさすがに英語もひらがなの方も消させていただいているんですけれども、どういう意味なんだと、ちょっと困惑している日本日記が朝子よりいくの方に結構問い合わせが多くてですね、ほよもちょっとどういうことなんだろうと思いまして、キアラ先輩に聞いてきたんですよ。実際はどういう意味で書いたのかと。なんかすごいね、文章にするのが難しかったのか、ボイスでずーっと照れてるボイスが送られてきて、小よりはこのボイスをどういう気持ちで聞けばいいんだろうみたいな、いや違うんだよ、なんかこれは違って、みたいなもじもじしてるボイスが2回昨日ね、ディスコードで個人的に送られてまいりました。スラングに関しては、Cサービスみたいな感じのがあって、でそれがね、なんか彼女は最高の女だみたいなイメージの意味らしいんですね。そう、強い女、高貴な女とかそういう意味のスラングがあって、でそれにバーガーとかフライとかでプラスしてしまったことによって単品になってしまったので、なのでなんかちょっと大変なことになったというものみたいです。小よりもなんかいい意味になるかなと思って。ということは KFP ではハンバーガーやポテトと、まあ、めっちゃ強いキアラ先輩っていうね、最強の女がいますよっていうような感じ、これで解決するかなと思ったら、小より俺は恥ずかしいよって言われて、え、それ小よりお俺キアラ恥ずかしいよってことですよね。なんで小よが恥ずかしいやつみたいになってんねん、カーハッツわおー、キオレ恥や。でも多分これはですね、俺が恥ずかしかったんだと思います。キアラ先輩自身が俺恥ずかしいよってなってるの、小よりに泣きついていたんだと思います。頑張って伝えてくださいねって言われて、いやめっちゃモジモジしてましたね。こんなモジモジしてるキアラ先輩なかなか見えひんで、はい、ということでね、フェスとかのノリでテンション上がっちゃって行っちゃったみたいです。小よりを巻き込むなー。